保衛船保衛船とは、風の力を利用して、引き網を引っ張り漁を行う帆舟。保引船、保引船、保引船とも表記される。白い大きな一枚棒で風を捉えて進む。帆は大きなものでは高さ9メートル、幅16メートルほどにもなる。1880年、漁師、折本良平により考案されたとされる。明治から昭和後半まで、霞ヶ浦、 北浦で保引網漁業に用いられた。1960年代半ばに途絶えたが、1971年に観光船として復活した。2007年には、霞ヶ浦の観光 PR のため、色付きの帆を張った七色保引船を運航。現在は、春から秋にかけて観光用に運用されている。土曜、日曜、祝日に運航。または引網漁業とは、 風力を利用した保衛船で引き網を引きながら魚を取る漁業。明治から昭和にかけて霞ヶ浦、北浦で行われたが、後に動力船によるトロール漁に移行した。大特模やハエナーなど漁業法のほとんどは江戸時代に生まれたものとされるが、この保衛漁は明治時代初期に考案されたものである。繁栄漁は1885年頃に、 白魚の漁獲を目的に創始されたと言われ、1889年頃に若杉用にも改造された。繁栄漁は風の力で網を引くため、風のない時は操業できなくなる。当初は規模も小さかったが様々な改良がなされて、霞ヶ浦に広く普及し、霞ヶ浦を代表する漁法となった。1966年頃にトロール漁が登場して廃れた。 霞ヶ浦の保引船物語による茨城から世界、そして茨城へ行く絵のデザイナー、藤代信夫さん朝日新聞茨城版、平成25年1月号。ありがとうございます。